皆さんこんにちは、くるくるクールでございます。今日もマリオメーカー、早速楽しく爽やかににこやかに遊んでいきたいと思います。今回も注目のとても難しいからテクニックなんて必要ね、必要なのは諦めねえ根性だ、任せろ。レイハクさんという方でしょうかね。クリア率約 2% の 1.4 秒の武士とクリアタイムになっています。とても難しいで 2% 超えてるんで、きっとなんとかなるんじゃないかな。てか、なんとかしていきたいよ。はい、これはパウを投げて、ボム兵はそこまで入れないのね。もっとずっと持っていくのかと思っちゃったじゃないかい。オッケー、あ、また持ってきちゃった。どうしようかね、このボム兵。投げ捨てるのが意外とね、ボタンの配置的に反応が難しいよ。ほう、はい、あのボム兵扱いに困るわ。うん、これでいけるかな。2の3ガリ、あ、パウを持ったら投げて土管にお邪魔します。残り62秒。ここはおーいい感じ、ヒップドロップを決めていったらバネで弾かれて P スイッチを踏んで落ちていくスタイル。これもう絶対 P スイッチ間に合わないでしょ。まあいいや、はい、とりあえずいけるだけ行こうぜ。あれ？でも、意外といけた？土管、お邪魔しましての、はいはいはい。はい。これね、とりあえず先の様子は見に行ける。やっぱり P スイッチの時間内じゃないと無理だわ。とりあえず、追っかけるよ。これは、どっちだろう？上行くべきだったの、下行くか、行く。滑れてなーい。オッケー。うまく決まれば気持ちいいっぽい。うまく決まればね、残り26秒。タイム制限の余裕がどのぐらいあるかだね。2% のクリア率なんで、めちゃくちゃシビアっていうことはないと思うんだけども、ここは結構シビアだわ。うん。これでいいかな。今自分でもどうやったのかよく分かってなかったんで、もう一回同じことやれって言われてもできないよかなって。さて、やっぱり62秒。ここまではほぼ最速タイムってことか。オッケー、任せて。バネ使えなかった、まあ大丈夫でしょう。このバネはしっかり使って、うん、さっきと同じミスはしてないから大丈夫。バーを取ったら、この先のコインがブロックに変わるまで、いや、ブロックがコインに変わるまでに、ほい、こういうことだね、きっとね。で、OK なはず、任せて。3段ジャンプ決めて進んでいく。跳ねるよ、壁キック、跳ねるよ。そんなこと言ってたかな、あやさん。まあいいや、早めにスピン。 OK、 OK、 これはこっちか、道が分からなかった。これ間に合うかな、間に合ってくれい、間に合ってくれい。やりますの結構大変なんだ。あー、ギリギリ間に合ったわ。今多分本気の本気でギリギリ。3段ジャンプ決めて鍵扉お邪魔します。次は土管か。はい、この先に待ち受けているものは一体何なのか。ゴールがあったらいいな。よいしょ、これ結構登るの大変だよ。あ、でもこれ真ん中走っていけばよかったんじゃね。ねえ、真ん中ぴょん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 上にジャンプするだけでよかったんじゃん、畜生め。でも1秒残してなんとかゴールすることができました。テクニックなんて必要ねえ、必要なのは諦めねえ根性だ。私の根性、皆さんにお届けできましたでしょうか。それでは次のコースを遊んでいくれ。はい、お次はこちらのコースを遊んでみましょう。なんとなんとなんと、ベストクリアタイムがカカシモンです。たまたま見つけたんですけどね、注目のとても難しいで、クリア率 1.11% でございます。綱渡り。じゃあ目標はカカシさんのベストタイム更新ということで、勝手にライバル意識を持って、いや、まあ全然カカシさんに追いつけてはいないんですけど、それでもね、うん、やっぱり負けたくないじゃないですか。同じぐらいの時期に始めた実況者同士っていうことでね、大差はついちゃってますけど頑張っていきますよ。なんか結構愚痴ってるような気がするぞ。ほい、こっち、あのカミックの魔法邪魔だね、早く消えてくんないかな。ほい、あー、これは畜生めー。
というか強制スクロールっていうことはベストクリアタイムに狙う意味があんまりないような気も してきたんだけど、まあいいか、それでも狙わないよりはいいかね。何かやっぱり目標があった方がいいと思うんで頑張っていきましょう。このキノコは取っておきたかったけど取れなかったか。おい、ああ畜生ね、難しいわ。うん、最初の1回であそこまで行けたのが結構奇跡的だ。この辺ゲイクロリン入れてゲストは早めに踏んでいこう。うん、その方が安全だわ。よいしょ、クロリンクロリンクロリン、はいはい、ああ当たっちゃった。はい、こっちまで一気に飛んでこよう。下の方にいれば、なんだっけ、ハンマーブロス、あいつの判定がないっぽいって、これ下のトゲまで届くんかーい。上の方にいると危ないから下の方安定。よし、さっきここで当たっちゃったんだっけ。また同じところで当たっていく。このコースカカシさんは何回ぐらいでクリアできたんでしょうかね。結構難しい。あーおおうおう、なんかね、キノコを取れなかった一番最初の1回が一番進めてるというこの謎の現象が今私の身に起きているんですが、クロリンクロリン超えていったぞ。おし、これでも当たっちゃうか。上のトゲ結構いやらしいところにトゲありますね。やっぱりキノコはできるだけ維持していって、どっかでゴリ押しを使わないとダメだね。はい、ゴリ押し前提で行くあたりがくるくるくるらしいでしょ皆さん。よいしょ、あカメックが下に落ちてきた。これはラッキーなのか危ないのか、さあどっちだ。よいしょ、ハンマーブロスの真下も安全じゃないっていうことはさっき分かったから、あゴールが見えた、もうちょっとだ。これいけるんじゃない。キノコを取って中盤まで維持できれば最後ゴリ押しができる。なんかもうゴリ押し前提、くるくるくる、よしよし、ここまでいい感じだよ。そうしてそろそろ邪魔なゲストさんを1匹でも2匹でも減らしたいんだけども、あーこいつも倒したかった。くるりんくるりん、いけるか、くるくる、どうだ間に合ったか。カカシさんのベストタイムどうだ。いやーでも最後ゴール前で結構ぐだっちゃったんで無理かな。あのまま突っ込めてれば、あるいは畜生28秒24に綱渡り難しい、カカシさんにかなうことができませんでした。いやでもね、頑張るよこれからも。カカシさん見ててね、応援してね、カカシさん僕も応援してますよ。それでは次のコースを遊んでくる。はい、お次はこちらのコースを遊んでみましょう。ヨウさん早い、ベストクリアタイム7秒早い、クリア率は 7.72% いい感じ。コース名とサムネを見た感じだとどんなコースなのかがいまいち分かってきませんね。分かるのは白のコースっていうことだけだったんだけど、どうすればいい。青のパウブロックをどっかで掴まないといけないと思うんだけど、これでいいのかな。はい、え待って待って待って、なんとなく分かってきたぞ。まずここの砲弾を出るのは待つで、ここは待機だ。3、2、1、やることは分かった、次で決めてやりましょう。まず砲弾一発待ちのパウブロックを投げの、よいしょ、こうだ。大体これみんな同じタイムになるんじゃないでしょうかね。多分このタイミングでクリアできなかったらクリアできないんだと思う。ふふう、あこれ上には登っていけないのね、了解しました。早い、ヨウさんのコース遊ばせていただきました、ありがとうございました。ベストクリアタイム更新する方はぜひ狙ってみてください。もっと早いタイム狙ってね。それでは次のコースを遊んでいくる。はい、お待たせいたしました。今日のラスト、地獄を駆け抜けろ30秒スピードラン改良版時間の戦い、パーフェクト SS さん、
ね、ベストタイム28秒のクリア率の方が 2.7%。 タイム結構本当にギリギリみたいですね。30秒スピランで残り2秒ぐらいになるみたいです、ベストタイムの方ね。なんで多分初見のはちょっと難しいんじゃないかな。あ、でもね、とても難しいタイプなわけじゃないから頑張ろう。まあもちろんいつも頑張ってるんだけど。あ、ヒップドロップ、ここはできればずっとやっていきたかった。よいしょ、行って行けるか。だー、お邪魔します。そのまま三段ジャンプではなさそう。はい、しまった、ちょっと今つまずいた。あー、変なところで壁キックしちゃった。でも先の情報はちょっと見れたんで、これは大きいぞ。この先のエリアだね、問題はね。ほい、くるりん、三段ジャンプからの1。はい、ヒップドロップはしなくてもよかったのか。間に合って間に合って間に合って、残りは2、1。間に合わないか。え、まあ結構急いできたつもりだったんだけど、これだってベストクリアタイム2秒残しでしたよね。今私タイムロスなんてありました？そんなロスはしてないと思うんだけど、おかしいな。はい、くそ、ここで詰まっちゃったらもう絶対無理だわ。今日はさっきのカカシさんのコースといい、カカシさんのコースってやつじゃないか、カカシさんがベストクリアタイムを持っていたコースといい、どうもうまいことタイムを短縮することができないな。あれ、何やってんの、くるくるくる、おかしいな。横ボタンを押してたつもりなのに上も押しちゃってたかな。よいしょ、今ね、何かくるくるくるのいい三段ジャンプの掛け声ないかなと思ったら、ミスった。恥ずかしい。よし、このまま行けば間に合う、ギリギリ行けるはーず。いくよ、2の三段ジャンプ、こっち、 OK。 今度は右側ボタンを押しっぱなしにしてます。さっき左押してた。いける、いける、これはいった。よーし、ベストタイムはちょっと無理かな。ゴール。ゴールだよね。なんかスペルが違うような気がするけど、まあいいか。はい、地獄を駆け抜けろ30秒スピードラン改良版時間の戦い、パーフェクト SS さんのコースクリアすることができました。ありがとうございます。そして今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回のマリオメーカーでお会いしましょう。チャンネル登録まだお済みでない方は、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは次回はあなたのコースに、くるくるくる、バイバーイ。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければ、またゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると、尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それでは、またお会いしましょう。明日も、楽しい一日が、きっとやってくる。